おはようございます。おもろすぎ、顔薄すぎてなんかさ、朝やるときは電気つけてないからちょっと暗くてごまかせてたんだけど、顔薄いのも。今日なんかちょっと天気悪くて電気つけたら公にさらされてしまった。恥ずかしいわね、久々じゃないか。そこをやる日はね、朝にやりたいなって思ってます。キュークレル、お、OK です。今日500、お、そっか、さつきちゃんとここみよしだもんね。結婚してお二人です。流れ星ありがとうございます。ありがとうございます。昨日は兄がお世話になったにゃん。兄誰兄誰、え、兄、え、本当の兄ん、本当の兄。グーグーありがとうございます。お仕事頑張ってください。公演ありがとうございました。昨日の S 公演、ハートありがとうございます。昨日公演ありがとう、こちらこそありがとうございます。バラありがとうございます。お、もう名古屋いるよ。あ、待って、本当の兄なの？ん？本当の兄？すごいってなってな、うれしい。まあ、ねえ、子供可愛かった。子供が可愛かった。ビビった、ありがとう子供が可愛かった。公演楽しみます。ねえ、真ん中ブロックのでしょ、真ん中ブロックの後半から見て右から2番目ぐらいの、前から2番目ぐらいの方でしょ。本当の兄なの？いや、思ったのよ。なんか君江さんサイディームと後半のサイディーム振ってくださる方が珍しいから、あれ兄なの？本当の兄花束2個ありがとうございます。本当の兄なんだ、すごっ。でも確かに言われてみれば似てるかも。モニミ、さつきちの成長見てないかもしれないね。昨日お世話になりました。こちらこそありがとう。モニミしてたんだ、記憶力。いやいや、最初振ってくれてたからねでもそう、不思議だったんですよ。君さんのサイリムと一緒に振ってくれてると思って。昨日ありがとう、こちらこそね。あの精神グローイングであっち行けてよかった。制服の目、昨日ほど制服の目もね、でもね、来てほしい。エクボできるのね、嘘、できてない、わからない。今日よろしく、あ、嬉しい、待ってますおばちゃんね、優しい、兄優しいにゃん。ハートありがとうございます。昨日の公演素敵でした。嬉しい、ありがとうございます。やった、嫌からモニミは違うんですよ。多分ココミンかな、ココミンが最初にモニカンのことをモニミって言ってて、そしたらもう広まっちゃって、12期割とモニミって言ってますね手紙ありがとうございます。素晴らしいパフォーマンス、嬉しい。なんか今日めっちゃみんな褒めてくれるな今日の公演楽しんで、楽しみます、ありがとうございます。制服の目に半ためによくショールーム配信する。おー、そうだ今日は西井美穂さんと伊藤美希さんと伊田レオナさんが先輩です。お見送りね、マリンさんの隣だった、昨日たま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 隣でした。カメラよく抜かれてたの、まあ恥ずかしい。あ、制服の目しか当たらないんだ、でもすごいな。おはよう、モニミかわいいよね。免疫届いてないんですよね割と劇場行ってるはずなんですけど、私そうですね、制服の目はめちゃめちゃ久しぶりですね。
めっちゃ久しぶりなので、めっちゃ久々です。制服の目議場すごいよね。ありがとうございます。昨日の見送りはキメイさんとマリンさんに挟まれてました。新しいポジション？わかんないよそんなの。そんなのわからないよ。いやダメじゃないと思う。だって恋恋もらってたもん。なんかお母さん推しのやつ、推し宣言みたいな、楽し宣言みたいなやつ、わからないな。劇場で卒業メンバーといいね。8時に起きました。昨日ありがとう、こちらこそありがとうございました。リアル猫のありだよ。ありがとうございました。本当にありがとうございます。キメイさんと私を知り合いしてくださって。今日の俺の座席もうちょっとだよ。あと3時間ぐらい。今日もらえるかな。石板はね、マリーさんは近くでいられて、ここはちゃんが好きになるのだってこの声さしたでしょ。岡山、おいいね岡山、楽しんで。次の握手会のネタが増えました。ここはなんだろう、なんだろうか。ちょっとね、聞いてほしい話があるんですよね。なんか MBTI 診断をさ、なんかマリンさんがさインスタのストーリーに上げてたじゃないですか。で上がってたからもうすぐさま相性を調べたんですよ、自分との。すぐ自分との相性を調べて、そしたら良いだったんですよ。良いだったんですよ。良いだったからもうすぐ行って、良いでしたみたいな、したらマニーさんが、あのマニーさんの MBTI とあのキミちゃんも一緒だよみたいな教えてくれて、でだから昨日キメイさんに、あのキメイさんとマニーさんって MBTI 一緒ですよねみたいな、相性良かったですよみたいな言ったら、あ変わったんだよねって、 MBTI 変わったんだよねって言ってて、だからそれで調べたんですよ、その新しいキメイさんの MBTI とココハの MBTI 相性調べたら、なんとですよ、良いだったじゃないですか、なんと最高だったんですよ。もうココハが見たやつではもう星がね、星がもうマックス、マックス星の相性最高だったんですよ。相性マックス、あ星マックス相性最高で、可愛い、ありがとうございます。流れ星ハートありがとうございます。そうやばいじゃないですか、普通にあのもうマックスですか。そうそういうので悪くなるパターンじゃないの、もうめちゃレアなんですよ。結婚するしかだよね本当。そうっていう話です。相性最高でした、嬉しい。昨日は久々にたくさん話しました。相性よかったら結婚ココハと、それじゃできないかもしれない。かわいい、ありがとうございます。2回目やる気にならないじゃん。でもココハもなんか2回目やったことあるんですよ、 MBTI 診断変わんなかった。そういう相性大事なんですよね本当にね、ごめんなさいけど。昨日ね、サイリーム振ってくれてありがとうね、途中から。ありがとう。そうめっちゃ嬉しかった、相性最高なの。
これはマジでもうどんどん広めてってください。お願いします、お願いします、広めてってください。バレてる広めてください、お願いします。グーグーありがとうございます。これを見ている今見ている皆さんは今赤堀きめと奥のココアは相性が最高、星マックスってやってください。途中でもかですよ、俺もよくやる。でもなんか昨日めちゃめちゃ面白かったのが、なんかなんだっけ、そのサイリウムを結婚して3本持ってる方がいて、結婚してお断りです。 MBTI は割とでも時間かかるかも、5分とかかな。3本振ってる人がいたんですよ。で自己紹介の時にここら辺で持ってたんですよ。なんかしたらでも手が当たっちゃって1本色変わっちゃってて、なんか色が変わる瞬間、変わっちゃう瞬間を初めて見てちょっと面白かった。あるあるなんだ、そうそう見ちゃって教えてあげたかった。あサイリウム今色変わっちゃってるよって教えてあげたかったですね。あるあるなんだね、ボタンの場所にもやるけど、なるほどね、短色臭い。そう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 、まして自己紹介中だったからさ、この振ってないからさ、この多分目線視界に入らないとこにしたとあったから夢中になるとかあります。そして気づかない、知らぬ間に変わってることあります。ハートありがとうございます。細かい、いやなんか昨日はなんかそれがちょうど目に入って面白かった。推しからの視線で気がつくんだ気まずい。じゃあそういう変わっちゃうこともあるって今日昨日把握できたので、私は安心してください。割と神手が多くて幸せでした。そうですね、確かに神手が多いかもしれない、教えみたいな。結婚してあんこたりです。魔法が解けてどのくらい色を転移するしか、確かに三色タイリーム。キャー、え、まだ15分経ってないよね。ココミンの好きな先輩に選ばれなかった、結婚してお断りです。え、経ってないよね15分。怖公演ぜひぜひ、お兄さん結婚していいよって言ってくれるの。ワンチャン選ばれるかなと思ったんですけど、一瞬ロボットしてた、かわいい。でもココミンってなんか本当にあの宮丸さん好きで、あの宮丸さん好きで、なんだっけ、そう好きなんですよ。でずっとそれを知ってたからさまああのあそこでさ宮丸さんを選ぶのはここはもう分かってたんですけど、もう初期からもう本当にね、入った時からね好きって言ってるから、結婚してお二人です。アンさんも好きですけど、そうでも知ってたから選ぶのは知ってたんですけど終わった後になんかココミンがあそこでココハ選んだ方がなんか面白かったかなって言ってて、もうなんてけなげなんだと思って、いやもうね好きな先輩なんて聞かれたらもう正直に言っていいんだよって言って、もう可愛かったですね。そうです、制服の目は今日からあの研究生公演ではなくなりまして、先輩に出ていただきます。あゆかさんと面白あゆかさんと面白、そう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 、あ15分今だったか。ココミンね可愛かった、そう
それがね、マリンさんとキミエさんいたら、いや選べるよ、大丈夫だよ選べますよ。さつき生誕なので、え、さつきち焼き鳥、ああ好きって言ってたね、なんか鳥皮が好きみたいに言ってたよね。みくるさんと目を合わせて楽しそうにしてる時でした。みくるさん、みくるんとツーショット撮られたよ。え、うん、ココハどこですか、どこか教えてください、お願いします。リアル猫の兄は心奪われた。あ、そういうこと、モンムのことやつね。クルさんとは仲良しですよ仲良くさせて、仲良くしていただいてます、仲良しです。キミエさん優しいでしょ、優しいんですよ。うん、弥生さん、え、弥生さんココハのこと知ってるのサータンとココハちゃんだとどちらが誰ちゃん、キミちゃんですか、え、それ、え、ココハに決まってますやんココハに決まってますやん。屋久島いいね。 MC ガンガン絡んでないみたいな。おお、座席の発表は12時です。当日の嬉しいって喜んでました。ヤヨさん、ミクルさんからキビとこちゃんありがとうございます。でもミクルさんがさ、あの自己紹介 MC で言ってたけど、マジで追い歯磨き粉する人初めて見てえ、だってさ、カシ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 って言ってて、あ、終わったのかな、ちょっと見てたら歯磨き粉またつけてえと思って、はえみたいな、驚きましたね。初めて出会いました。そう、すすいで2回目をやるとかじゃないんですよ。一回カシャカシャやって終わって、もう一回歯磨きとかじゃなくて、カシャ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 、おい歯磨き粉、カシャ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 。昨日公演ココハちゃんでした。ねえ嬉しい、でもたくさん目があって嬉しかったです。また来てください。ねえ、面白かった。ちょっとやばい。15分経ったので終わります。今日は制服の目、めっちゃ久しぶりプラス、研究生公演じゃなくなって初めてなので、ぜひお時間ある方は DMM とか来てくださる方は劇場で待っていますので、よろしくお願いします。キミエさんとココハが相性いいのは、どんどん広めてください。さつきちによろしく、オッケー、2週間ぶり待ってます。今日も一日頑張ってください。バイビー、さようなら。